밥식후. 와즈견. 예이! 미야우가나? 욕보의 요란. 아나타도 쓰카테이타노네. 뭐 이르미유이니 카라다오 와타시타카라. これは 名残なんだけどね. どうして? 見てきたじゃん? 君が呪いの大穴なら、 ここで祈るだけのものに何を与えるかな? ベゴ、 神がかりだなんて言うけどね、 やるだけやらないとダメなんだ。 今や君も我々ガンジャの三賢だ。 君がその羅針盤持ってきた時さ、 運命感じたんだよね。 最初はただの思い込みだと高をくくっていたが、 本物だ、神がかりと言っていい。 ああ、不可侵海域のこと、あれがついに始まるぞ。捨てた故郷へ人々へ轟かせろ。よーし、堂々と行け。お前たちこそ理不尽を踏み砕く足だ。 冒険の醍醐味。どうするワズキャン。やっぱり道案内は必要だろ。 新しい言葉、新しい外見、君たちのこと、もっと知りたい。お話をしようじゃないの。もっと分かり合っちゃおうよ。そう言い切れるだけの予感は、神がかりの預言者でなくとも、皆感じ取っていた。あの願いを叶える卵かい？あの子は、必ず我々の救いになる。 居場所を子孫の代まで奪われたものたち、イルミユイはその末の妹だ。イルミユイのとこ行くけど、来るかい？お願いマズキャン、一緒にいさせてあげて。そうしたいんだけどね、君が寝てる時にどうしても足りなくて、生きてるのも使ったんだ。 願いは命に宿るものさ。見てよ、この艶。どんなところも余すとこなくね。穴の奥に何かある。それは二つ目だよ。君が倒れた時にね、呼応するようにイルミュイも弱っていったんだ。だからね、彼女にもう一つ渡してみたんだ。 鑑賞記ちゃんたちも初めて見る風じゃなかったし、彼らに探してもらってたのさ。本当間に合ってよかったよ。これは本当にイルミュイの願いなの？だってこんな、ここが故郷。 どんな黄金よりも価値あり、どんなに求めても得られなかった。間に合ってよかった。我々の故郷だ。我々はここに集められたんだ。君が持ってきた羅針盤、あれを見た時、なぜかね、望郷を感じたんだ。見てきたじゃん、ベゴ。きっと大穴は呼び続けるはずさ。 これからもずっと先も、憧れに挑み続ける者たちを。予言？希望さ。僕はもう行くよ。